まあ、ビームスコーディレクター、はい、何年間やられて、7年くらいだったと思います。7年、はい、7年間終えてこう、まあ、ビームスさんをこう卒業して、はいはい、また新たしい、うん、まあ、ケネスフィールドのうちにこう立ち上げになるかと思うんですけど、うん、はい、もしかしたら僕が知らないだけかもしれないんですけど、はい、ビームスとケネスフィールドの間に何かこうやられてたこととかって、もし、まあ、あの聞かせていただけるんだったら、まあ、なんかそう、もう辞めてすぐ自分のブランドに、はい、あ、もうすぐにこうして、はい、で、そうですね、自分のブランドを立ち上げる頃から、はい、その1回もオリジナルを着たことのないバラクーダの仕事をでイタリアの会社と契約をしたので、はい、そうです、はい、それは並行してたんですね。そうです、そうです、はい、そうです。ケネスフィールドができたのが2012年、ね、12年です、はい。一番最初にこうケネスフィールドとして作ろうと思った、はい、品番っていうんですかね、はい、最初多分何方か出されたことなんですけど、はい、なんかこうイメージとして一番最初にこれを作りたいっていうアイテムって何だったんですか？グルカトラウサーです。あ、グルカトラウサーですね、はい、ビームス時代にも何回かグルカパン、はい、グルカショーツかな、はい、は何回か作らせてもらったことがあって、はい、ただやっぱりねこうなかなか浸透しきれなかったんですよね。そういうちょっと特殊な感じのパンツってだからそれをまあなんとか、はい、こう浸透させたいなって、はいはい、思って、でそれでもほらグルカパンツって結局、はい、ウエストの部分だけが特徴的で、あとはそこを隠してしまえば、まあ言ってしまえば普通のチノパンじゃないですか、はい、だから自分がちゃんと履いて、はい、ね、お客さんにも伝えていければ絶対浸透するんじゃないかと、はい、それでもうグルカパンツはそうですね、最初からやろうと。でグルカパンツが下のスーツスタイルみたいな、はい、今も草野さんこうずっとスタイルとして提案されている、うん、はい、その時イギリスの軍物とかって流行ったりしてないですよね。あのね、ナイジェルは作ってた。あ、ナイジェル。ナイジェルは作ってたし、アメリカのパンツ専業ブランドで何箇所かはやって。あ、そうなんですね。はい、だけどこうやっぱりグルカって何が特徴的かっていうと、その、はい、この腹巻きみたいなこのベルトと、はい、やっぱあの太さだったんですよ、はい、でもあれだとやっぱ浸透しづらいだろうなと思ってたの、はい、うん、し自分の思い描いてる、はい、そのちょっとこうアメリカンな感じのスタイルだったら、はい、あのシルエットじゃないなと思って、はい、でもグルカなんだけどもうちょっとこうシュッとしたっていうか、はい、こう普通に収まるようなチノパンのシルエットっていう、はい、オリジナルのやぼったい無骨な雰囲気とはまたちょっと違った、うん、はい、まあ、いわゆる本当にトラウザーズらしいシルエットっていうのが、うん、まあ、ケネスフィールドのグルカの特徴です、ね、そうなんですと、そのグルカパンツのこのベルトと、はいはい、あとは、モンクストラップのそのバックルとの相性みたいなものがこうすんなり自分の中では落ちたっていうかあったので、最初にグルカパンツのスーツにダブルモンクストラップで、それに4面の4フェイスタイルで、中がプレリックのシャツとシャンブレシャツっていうのがまあスタイルとしてあったんですよ。それはもう最初からやろうと、はい、シャンブレシャツっていうところでも、シャンブレシャツ今こうオーセンティック2という名前で売ってますけど、はい、それももう最初から、そう、最初から2012年からやってますね、はい、それはもう草野さんがシャンブレシャツがすごい好きだったっていう、そうですね、はい、それはもうずっと着てたいなという思いがあったので、はい、最初から、はい、
作ろうと思ってずっと継続してやってます、はい、僕そういえば5、6年ぐらい前ですけど、はい、その前の神保町の時の、うん、あの展示会を伺った時に、その時に確か壁の上に、うん、バナリパのグルカショーツと、うん、イギリス軍のグルカショーツと、なんかなんかグルカショーツすごいこう並んでましたよね、うんうん、あれも結構最初の時から所有してたんです。一応まあなんとなく みんなが知ってるようなものは一応全部買ってみて、はい、でまあそれで、あ、ここはこうした方がいいだろうなとか、ここの縫製はやっぱこれじゃないとダメかもねとか、あとはやっぱ、うん、カジュアルパンツなんだけど、あのウエストが詰めれるっていうところが肝だったんですよ、はい、ああなるほど、そう、はい、そうそうなんです。私最初、一番最初の頃はあの丈上げをして履くっていうスタイルだったし、はい、でまたこの春夏から、はい、あのフラッシュで、ね、納品させてもらっているんで、はい、ここからケネスフィールドの話ですが、はい、うん、草野さんの今のものづくりについてのことをちょっとお伺いしようかなと思ってるんですけど、はい、草野さんが今こう、まあ、新しい洋服を作っていく上で、はい、まあ、こう大切にしていることも、はい、まあ、たくさんあると思うんですけど、はい、なんかその優先順位といいますか、はい、でどういったものがこう、うん、ちょっと難しくて、いや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 、一番いい質問ですね。一番やっぱ重要なのは自分が着たい服じゃないですか、はい、自分が着たいと思うものしか作らないっていうところ、はい、そこが一番優先している、やっぱり、うん、はい、そうですね、はい、まあ、その次は、その次、はい、なんだろうな、あ、できるだけお客さんに長く着てもらいたいなとか、はい、長く着てもらえるようなストーリーとか、はい、うん、そういうところじゃないですか、はい、まあ、まあ、あとはそのお客さんがもうすでに持っているようなものは、はい、まあ、できるだけ新しくこう組み込むアイテムには、ね、入れないようにしてて、だからまあそんなに大きなコレクションではないんですけど、うちは、はい、やっぱりこう継続して、はい、お客さんに、ね、着ていただきたいもの、例えば10年前に買ったお客さんが補正をしたり 修理をしたりしてももうサイズが合わない、はい、だけどまた同じものが欲しいってなった時に買い直しが効くとか、はい、そういうのはやっぱ継続して、ね、作っていきたいし、そうですね、まあ、アイコンになっているような、まあ、シャンブレーシャツとかもずっと継続していきたいし、はい、それ以外のものはそうですね、まあ、そんなに突飛なものを作ってるとは自分ではあんま思ってないんですけど、はい、そのお客様のワードローブの中にこれを一個加えたことによって、はい、今まで着てる服が新鮮に見えるっていうようなところはいつも考えてます、はい、あくまでもこう昔のものがベースにはなりますけど、はい、まあ、新しいものを作るっていうところが、うん、はい、まあ、それは個人的にもケネスフィールドの洋服を着てるすごい感じるところでもあるので、はい、なんか一つケネスフィールドのブランドの魅力なのかなっていうのはすごい感じてますね、はい、あと先ほどおっしゃったその、はい、まあ、ストーリーっていったところでも、はい、特にあの草野さんが作る洋服からそういったものを感じるなっていうのが、まあ、僕個人的にもそうですし、まあ、それをお客さんもお客様もそれを感じ取ってくださってるっていうので、はい、本当に長く着て、うん、いける思いのあるこう洋服が多いなっていう印象を感じてます。はい。あともう一つ草野さんがこうシーズンごとで新しいこう品番といいますか、はい、ものが生まれてると思うんですけど、はい、なんかそういった新しいものをこう企画する時の、うん、なんか草野さんのそのルーティンというか。うん、それを考える時間を作ってるのか、もう普段の中でこうパッと出てきたりするのかっていう、なんかそのものづくりの、はい、ルーティンみたいなのって、二通りあって、はい、あ、やっぱこうパッと浮かぶ時もあるんですよ。はい、浮かんで、でもそれをこうなんていうかな、こう
熟成させる時間もやっぱ必要だし、はい、でそうじゃない場合はこういうのを作りたいな、でそれがまあ古着のアーカイブとかでもし、ね、買えるようなものだったら、まあ、何着か買ってみる、はい、で自分でこう袖を通してみてとかいう作業の中で、あ、やっぱりここはこうなってた方がいいよねとか、はい、でもそれの基本なんていうかな、その時に常に考えているのはやっぱりさっき言ったように去年作ったものとコーディネートできるかなとか、はい、例えばフォックスヘリンボーンにコーディネートできるかなとか、はい、シャンブレシャツにコーディネートできるかなっていうことは、うん、常に考えます、はい、でもその、はい、でもそれはコーディネートできるかなっていうのは自分の、はい、テイストっていうか自分の気も、はい、うん、自分がこうだったら着れるかなっていうのが、はい、そうですね、基本にあって、そうだからそれをお客さんに、まあ強制はできないんで、はい、そういう部分はやっぱルックブックを見てもらえると、あ、こんな感じなんだ、はい、でもそれはお客さんに強制してるわけじゃなくて、僕の今回のコレクションはこういう風な組み合わせですっていうことをただまあアピールしてるだけっていう感じ、はい、あくまでも、うん、あくまでも、そう、その服作りの、あのお話で、あのお客様からあの質問、はい、洋服作りの件も一つあるんですけど、あのギネスフィールドの洋服はそのまま着ていても、そのまま着ていてかっこいいというよりも着る人の着こなし、価値観によって印象が変わる服が多いように感じますっていうふうにおっしゃってまして、そのお客様はあの、はい、その方はなんか挑戦してみようという、こう想像力をスタイリングの、はい、まあ、ものとしての格好をするとか、はい、こう着てスタイリングとしての挑戦をしてみようという、はい、その想像力をかきたてられるっておっしゃってるんですけど、はい、なんかそういったところも、その方って、はい、あのきっとあの方かな、はい、あのそんな方ですね、その方ですね、はいはい、ありがとう、なんか草野さんもそこでデザインで、はい、あの意識してられますかっていう、うん、はい、え、何の話何の話だっけ、洋服を単体で の、 あのものだけの格好さじゃなくて、こう、うん、スタイリングを組んだ時にその、あの、そのスタイリングをこういう着方してみようとかっていう挑戦をかきたてられるような服が多いかなという人だったんですけど、はい、なんかそういったところもあの見越して作ってるんですかっていう質問ですね。いや、それはないかな、それは、はい、それはないですね。それはもうあくまでも、はい、あの買っていただけるお客様というか受け手のお客様のもう判断で全然いいし、はいはい、そうですね、それぐらいこう、まあ、人によって着た時の見え方が全然違ったりとか、うん、その人の色によってこう着れる、うん、なんかまあ懐が深い洋服といいますか、うん、まあ、そういったものが、まあ、草野さんがこれまで経験してこられた、はい、まあ、経験値によってできるものだからこそ、そういうのがあるんじゃないのかなというのは、すごい個人的にもそれはすごい感じてますね、うん、そういう風に、ね、言っていただけるとありがたい、はい、嬉しいですけどね、はい、確かにそれは意識してというよりかは自然に多分あの生まれて洋服にこう落とし込まれることだと思うんで、そうですね、はい、基本そうですね、年がら年中洋服のことしか考えてないですから、ね、まあそれ以外はできないっていうことでもあるんですけど、ね、はい、ありがとうございます。アーチではもう10年以上ギネスフィールドを取り扱いさせていただいてるんですけど、はい、アーチを一番最初に知った経緯と第一印象、はい、あの草野さんのラジオでもあのオーナーの山内とあのその話ちょっと一つあったと思うんですけど、はい、ただその最初の経緯と印象をちょっと改めてこの YouTube で聞いてみたいなと思います。確か僕の先輩のショールームで展示会をやらせていただいている時に、はい、そうですね、あの来ていただいて、はいはい、でそこで、はい、あ、そうです、はい、すごい、うん、そうですよね、はい、はい、そうです。でその最初のイメージがあの、まあ、ラジオでこうおっしゃってたことなんですけど、はい、ヨーロッパものこう、はい、イメージが強いなっていう印象を抱かれたっていうことだったんですけど、はいはい、
まあ、まさにもうその通りっていう感じですか、うん、はい、はい、あ、まあ、多分ラジオでも話させてもらったんですけど、はい、お客さんのスタイルが、はい、こうがっちり固まっている、はい、うん、お店、あ、久々に見たな、うん、洋服を売ってるんだけど、はい、こう来ていただいてるお客様のスタイルっていうのが明確で、はい、うん、あ、この店ってやっぱこうスタイルを売る店なんだろうなっていうのがもう本当にひしひしともう第一印象で感じられた、そうまあ、あとはあの、ね、ラジオでこれもラジオでも 言ったかもしれないですけど、はい、日本の店じゃないみたいだなっていう印象があって、はい、うん、なんかこう、まあ、お世辞にもすごいものが綺麗に陳列されているっていうことはなくて、はいはい、ハンガーもなんかこうなんか全部こう違ってたりしたし、はい、なんかレイアウトもなんかこうなんだろうな、整然としてないし、すごいこう、うん、日本のお店、日本のこうお店じゃないみたいな雰囲気をすごい感じました、そうですね、うん、ちょっとその、 あのお話は個人的にもラジオで聞かせていただいたんですけど、はいはい、あの聞いてない方はちょっとぜひラジオを聞いてもっと深いお話を聞いてるので、はい、ぜひ聞いていただけたらなと思います。ありがとうございます。あとあの今の草間さんの、はい、ビームス3時代の時にアメリカに出張行かれてたってことだったんですけど、はい、今はあの草間さんインド出張に行かれてるイメージが、はい、うん、すごい多いんですけど、はい、そのインドに行ってみようと思った経緯とか、はい、ね、これは、はい、あのアンバイブログを読んで、はい、読んでいただけると、はい、詳しくは書いてるんですけど、はい、インドは、生きてる間に絶対行こうと思ってた場所なんです、はい、その生きてる間に絶対行かなきゃいけない場所はやっぱいくつかあって、その中にもインドは入ってて漠然と、はい、で引き金を引いてくれたのはあの神保町に事務所がある時に、はい、あの近くにあの古本屋さんがあってですね、はい、でそこでこうたまたま見つけた本が「あのガンジス川でバタフライ」っていう本があって、はい、でその本をこう開いた時にしおりに「一度くらいはインドへ」って書いてあったんです、はい、でそれでちょっとビビってきた、お、あ、これは何かこうお告げかなと思って、はい、そこからちょっといろいろ調べ始めて、はい、そうですね、はい、自分もそのアンバイのブログ読んで、はい、そう一番初めて行ったのが2018年ぐらいですか ね、 ですかね、はい、インドっていうと綿だ、コットンだったり、はいはい、あと染め物ですね、うん、はい、がすごいあの有名な土地だと思うんですけど、はい、それでも意外とこう日本人の洋服の仕事をしてる人が行ってるイメージはそんなにないんですよね、うん、なんかそこで実際行って、はい、この服作りに生きてるものだったりっていうのはどういった、はい、具体的にどういうことなんですか。実は、はい、いろんな人がインドには行ってて、日本の方もそうだし、はい、ラルフ・ローレンもそうだし、はい、まあ、そういうのはもう僕も知ってて、はい、で例えばマドラスチェックのシャツとかっていうのはね、はい、生地はインドだしとか、はい、あとはプリントのものもインドだしとか、はい、でそういうのって日本のものづくりをされてる方はやっぱ常に行ってやられてるっていうのは知ってたから、自分もそれの真似をしたいと思って、そうです、はい、でそれもまあできれば商社さんとかを介さずに自分でなんとかできるんじゃないかと思って、はい、そう行き始めた、はい、そうです。だからまあもう最初はやっぱ、まあ、先人の方たちがやられてることを自分もやってみたいっていうところだけですね、はい、自分はあの海外行ったことないんですよ、はい、まだ草野さんのインド出張の、はい、なんか簡単なそのルーティーンって最近久しぶりに行かれたと思うんですけど、うん、どういうルーティーンを、どこに行っても朝はやっぱ走るようにしてて、あ、やっぱりやっぱりそうですね、やっぱ朝は走るようにしてて、はい、で朝走ると、はい、チリが大体
まあ、分かることも多いし、はい、例えば地下鉄に乗ったりタクシーに乗ったりと見落とすこともある街の風景があるし、はい、だそれを見逃さないようにできるだけ朝走ったりとか、はい、歩いたりとかするようにしてます。でやっぱ初めての土地ってやっぱ怖いじゃないですか、はい、そうですよね。歩いてるとなんかね怖いから、はい、走ってた方がまだ、はい、そう、はい、安心っていうのもあるし、はい、そう、そういうのもあってまずは走る、はい、で朝ごはんはちゃんと食べる、はい、でできるだけまあ、インドはなかなか難しいんですけど、はい、できるだけ現地の人が食べるようなレストランに行くとか、はい、まあ、そうアメリカもそうだし、ね、ヨーロッパもそうだし、そのでそうですね、できるだけ、うん、そう、その国のその土地の食べ物を食べるっていう。インドだとやっぱりカレー、そうですね、もう常にそうですね、スパイス料理を、はい、いただく、常に常に、はい、朝昼晩、朝昼晩サナさんはカレーがすごいお好きな、はい、カレー好きですよ、カレー好きですカレー好きですね、カレーは好きかもしれないですね、はい、ちょっと自分もいつかインド行ってみたいなと思います、はい、本当、行きたい、いや、インド行ってみたいですね、自腹で草さんの、草さんの荷物持ちですね、本当に、はい、まずは、まずは、まずはアメリカ、初めていいんだこれ、はい、アメリカとフランス行ってインドに行きます、そうですね、はい、ちょっとお話変わりますけど、はい、今草野さんがケネスフィールド以外でやられてる取り組みについてちょっとお伺いしたいんですけど、今ウールリッチのオーセンティックコレクションだったり、はいはい、あとはハンティングワールド、はい、あとはポートギャラリー神戸ってお店もやられてますけど、はい、それぞれどういった経緯でやられてるんですか、はい、ウールリッチとハンティングワールドの、ね、はい、デザインのお仕事に関しては、はい、まあ、なんかご紹介をしていただいて、はい、あ、まあ、どうですかみたいな感じで、そうですねスタートしたものですよね。そうです。で、ハンティングワールド、ハンティングワールドに関してはメインズレディースのフルコレクション、はい、をやらせてもらって、バッグ以外のところですね、はい、をやらせていただいて、ウールリッチに関しては、まあ、ヴィンテージのアーカイブを元に、はい、もう一回そういうものをこうリプロダクションするっていうところの仕事をやらせてもらってます、はいはい、あとポートギャラリー神戸は、ポートギャラリー神戸はあれはもうあの、まあ、完全にお遊びで、はい、あのまあ、自分 の, そのケネスフィールド以外にウルリッチとハンティングワールドをやらせていただいているので、はい、まあ、その中で自分がこう携わらせてもらった商品を一つだけ、はい、そのポッドギャラリー神戸で紹介できたらいいなと思って、あ、まあ、そういうスペースを作りたかったんで、はい、もう一つのアイテムにフォーカスして、そうですね、はい、そう、新しいセレクトショップと言って、なんか本当に1個だけをセレクトして紹介するっていう、すごい面白いなんかイベントというか企画だなと思って、今後のそのポートギャラリー神戸っていうのは何かイメージされている？あ、ありますよ。あのね、やっぱりあの神戸だし、あのローカルの方々にこうなんか使っていただけるような、の役に立てるようなスペースにしたいなと思います。はい、その第一弾として3月に、はい、フリーマーケットみたいなのをちょっと、はい、ローカルの方、ローカルの、そうですね、方々をお呼びして、はい、そうですね、出品もお客様も、はいはい、そうですね、そういうのちょっとやってみようかなと思ってます。それすごい楽しみです。はい、
ともう一つ、はい、あの草野さん今回あのインスタグラムとかでもこう告知されてますけども、はい、本を出されるということで、はいはい、シャンブレーに特化したフォトブックということなんですけど、はいはい、そのご説明というか、はい、本を出そうと思った経緯、はい、自分のブランドをこうスタートするにあたって、はい、シャンブレーシャツっていうのはもう最初から作ろうと思ってて、まあその前からやっぱ好きだったんですよ、はい、シャンブレーシャツっていうものがで、まあ、最初に買ったビッグマックっていう、はい、そのシャンブレーシャツっていうのがやっぱ自分にとってはなんかこう今思うとすごいやっぱ衝撃的っていうか、はい、あんなに味わい深いものなんだっていうのがやっぱあって、はい、でまあそれからねちょこちょこちょこちょ こう買い集めてて、なんだろうな、なんかこう一冊の本にまとめたら、はい、まあそういうシャンブレーシャツだけしかない本があっても面白いかなと思ったっていうところですかね、はいはい、まあ、それをもう本にすることで、まあ、ずっとこう、うん、何年後も残るという感じだとして、今もやっぱり昔の資料をこう元に僕らもいろいろ勉強させていただいたんですけど、はい、うん、はい、まあ、そういったものになりうるっていうような、まあ、そういう使い方をしてもらえたら、はい、そうですね、もうありがたいですけど、ね、はいはい、そうなんだ。あとはまあなかなかこうシャンブレーシャツって言っても、はい、こう年代が特定できなかったりとか、はい、不明な部分が多いじゃないですか。そうですね。だからそこをあえて追求するんじゃなくて、まあ、単純にこうなんかシャンブレーシャツがいっぱい載ってる本ぐらいの感じなんです、はい、中身は。はい、もう見 て、はい、見て、あ、こんなポケットの形、はい、いろいろ違うんだとか、はい、ボタン違うんだとか、はいはい、それぐらいの感じで、はい、本の題名って何ですか。本の題名は、はい、マイフェイバリットっていう、はい、マイフェイバリットボリューム1です。ボリュームがつくんですね。ボリュームがつくんです。次がありますよ、はい、すごいですね、次もあります、はい、じゃあまずはシャンブレーの本から。そうですね、はい、はい、そうなんです。でもそうですね、まあ、あんまり言うとあんまり言うとありがとうございます。これまだ構想段階なんですけど、はい、今アウトフィッターズっていう、はい、まあ、今だとこうちょっとフィッシングとかアウトドアフィールドみたいなものを意識したコレクションが中に組み込まれてるんですけれども、はい、それとは別にもう一個ちょっとこう、はい、新しく、はい、こう今ちょっと練ってるところです。あ、そうですか、はい、これ楽しみ、はい、練ってるところです。これ公表したのはこれが初めて。初めてです。はい、ありがとうございます。初めてです。ケネスフィールドファンからしたら、そうですね。たまらない。ちょっと、はい、楽しみにしてます。はい。はい、あと最後にはい、お客様からの質問で、これちょっと最初から最後に持っていこうかなと思ってたんですけど、はい、朝そう終わるじゃないですか。はい。今後ケネスフィールドで、はい、ランニングベアを作ることはありますかっていうお客様からの質問なんですけど、多分ね、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、はい、一回ね、ジョギングパンツを作ったことあるんですよ。あ、はい、あれはやっぱね、ちょっとそっちもやっぱ興味があって、はい、要はあのパンツ走れるし、はい、あの待ち着にもなるみたいな、はい、そういうちょっとなんていうの、うん、ものをこう やりたかった時期があって、はい、けど、まあ、今はないですね。今はないです。今はないです。多分この質問された方は、はい、多分そのジョギングパンツ、はい、作ってたことも、はい、もちろん多分ご存知なんですけど、はい、多分その方がしたってことは多分今後新たに
肩数を増やしてジョギングウェアつけようかなと思って、とりあえず今後は絶対に入ったと。でもなんかそういうの面白いかなと思ってはいるんですけど、ね、はい、例えばね、三つボタンのスポーツコートの形はしてるけど走れるとか、はいはい、で、なんか、うん、はい、いいなと思うし、前にあの山内さんと、ね、話してた時にあのニック・アシュレーの、ね、はい、話をした時に、はいはい、要はバイク乗りの服だけど、はい、そのままレストランにも行けるみたいなのって、はい、そういうなんかこうブリッジの感じっていいなってやっぱ思ってて、はい、だけどさすがにさすがにジョギングパンツはね、はい、やっぱりないかなみたいな。アースで昔展開してた。あ、そうですね。極端さん履かれて。そう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 、ここがこう割れてるやつ、ね、はい、で、あの当時はやっぱジョギングパンツってやっぱ短くないと擦れるし、はい、そうですね、快適じゃ、はい、走るためには快適がないけど、でもあの短いまま待ち際は無理かなと思って長くしたんですよね。はい、だけどやっぱ長いのって、はい、今日のゆっくりみたいな感じ、ね、ジョギングだったらいいけど、本格的に走る人にとってはやっぱりあの丈って、はい、多分調子良くないんだろうな。あ、もしあれが、はい、あの丈の長さで調子いいんだったら、それはねナイキとか、ね、名だったるスポーツブランドがもうそういうの出してるわけ、はい、まあ、そうですね、うん、はい、確かにそういう部分はそうですね、ちょっと考えたりしますよね。個人的にも、うん、あのギネスフィールドの魅力の一つとしてファッションブランドが、まあ、そういったあのアウトドアのフィールドだったり、うん、まあ、そういったあのトレーニングとかっていうところに、うん、あの使っていけるといいますか、はい、そういったところも一つの魅力だなと思っているので、はい、まあ、そういうのを期待している方というか、はいはい、そういうのをすごい注目している方もすごい多いんじゃないかなと思います、はいはい、ということで、あの加藤さん1時間近く、はい、編集して少しコンパクトになってるかもしれないんですけど、はい、1時間近く休憩なしでありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。